ナスバナルコのおしゃべりワンミニッツ。こんにちは、なるこです。昨日ね、私のアルバイト先の飲食店に常連のお客さんがいらっしゃいまして、で、私もよく知ってるお客さんでね、で、その方が今度、お年を召されましてね、定年なんですって。で、だから会社の近くにあるうちの店にもあまり顔出せなくなるって言われたから、残念だなと思ってたら、お客様が、いや僕ね、なるこさんのことすごい気に入ってたし好きだったからさって言われて、普通に、本当ですかってなんかすごい普通に嬉しかったので、そう言ったら、嘘、嘘って言われて、いやもう普通にショックだよね。だから元気取り戻そうと思って店長に、ねえ店長、私のこと好き？って聞けない。